スはカジュアルなシーンからオフィスまで幅広く使えるアイテムとなっています。あ、いいですね。さあ、ちなみに未来ちゃんはキノコが食べられないんですが、キノエノキだけ食べられるようになったということで、エノキは美味しいよ。優しいです。では続いてはエノモトユイナ。はい、こちらはですね、トレンドの短め丈のダウンベストと定番のプリーツスカートを合わせたコーディネートです。注目の新作ヒートテックカシミヤブレンドは薄く見えますが、通常のヒートテックよりもおよそ 1.5 倍暖かい極暖、驚きの暖かさです。今日は小6と一緒が降りません。グレーで固めたおしゃれセットアップコーデです。ツイードの素材感が上品で冬にぴったり、一味違うセットアップが叶います。いいですね、決まってますね。さあ、そしてちなみにゆずはちゃんはサウナ前の赤ずりに放っているんだそうです。放って見てるなよ。さあ、まあ、スタジオにいるリポーター、これで皆さんに全員出ていただいたんですが、まだまだユニクロの新作紹介したいということなんで、実はですね、ブランチレディさんの中にモデル経験者が2人いるということなので、そちらのお二人にも協力していただいております。まずはブランチテレビコーナー担当 AD 竹岡さん。竹岡さんは映画や MV、CS、舞台などにも出演したことがあるという。はい、すごいな。こんなにも入れるかという顔で入ってすごい、やっぱブランチってね、素晴らしい、はい。さあ、そして続いてはブランチブックコーナー担当の AD の重原さん。はい、入ってます。こちらのコーディネート、メンズアイテムを組み合わせたカジュアルおしゃれ韓国風コーデです。オーバーサイズのスウェットセットアップは発売の前から話題となっていました。はい、重原さんも東京ガールズコレクション出演経験ありと、そして広島出身で広島のユニクロでもバイトしていたということでございますが、そうなんです、経験者たちが AD から紛れ込んでいるということで、素晴らしい皆さんでございました。ということで以上、ユニクロ秋冬新作ブランチガールズコレクションでした。